カール・マルクス直筆の資本論原稿悪筆とは、一見読めないような書き物、あるいはその書き手の下手さを指す。その書き手のことを悪筆化ということもある。多くの場合、書いた人自身にしか読めない。暗号とは別物である。暗号は読めないことを目的として通常でない表記法を取るのに対して、悪筆は通常の表記法を用いているのに読めない。 あるいは読みにくいものを指す。読めない原因としては、字が下手であること、下手ではないにしろ個性的であることが挙げられる。上手で流暢な場合には、素人には読めなくても専門家には読めるので、悪質とは言わない。一般に字を書くのは、自分のための記録と、他人が読むことを前提とする場合がある。自分のためであれば、自分が読めればよいから。 悪質であっても何ら問題はない。ただし、その時は読めても、後になると自分でも読めないという話もある。また、本人にとっては、自分用であっても、後に他人が読みたい、という場合もある。例えば有名人の日記はその対象になりうる。港区マグスの日記の解読は、現在も努力が続けられている。他方、他人に読ませることを目的とする場合は、 そもそも読めないのでは目的を達せないから、普通は読めるような字を書く努力をするものである。しかし、読んでさえくれれば良い。しかも、読ませる方の力が強い場合はその限りではない。例えば有力な作家の場合、編集者が読めれば良いのであって、悪質でも良い作品が描ければいいのだから、悪質の例もある。石原慎太郎、黒岩十五、田中小見正。 川上宗君は悪質四天皇と評されているという。石原の場合、まともに読みこなせる人は数少なく、そのために印刷書の食事校に原稿を専門に読む、新太郎係というのが存在したという話がある。大文の場合、いわゆる筆記体による弊害が大きいとされ、タイプライターが早い時期から普及した。1970年代以降は読みやすい。 ブロック体による筆記の習慣が定着しており、悪筆の問題は少なくなっている。タイプライターは手書き原稿の聖書や口述筆記などにも使用され、悪筆でタイプライターを習得していないものにも恩恵があった。カール・マルクスは鉄道の出冊係に応募したが悪筆を理由に、 断られるほどのひどさに加え、独特の略字も多用したことで、タイプライターで清書する前に文字を解読する作業が必要であった。マルクスの死後に残された、資本論の未整理走行の編集作業は、当初読み方を知っていたフリードリヒ・エンゲルスだけが可能だった。エンゲルスは後に、エドアルト・ベルンシュタインとカール・カウツキーにも読み方を伝授した。このような悪質は、 語色や語読のもとともなる。それに由来する混乱から奇妙な名前を生じた例もある。例えばイチョウの学名は銀庫であるが、このような発音をイチョウの名前に対して用いる例はない。これはイチョウの漢字書きである銀難の音読みした銀卿。これをローマ字書きした銀卿。ここで筆記体の G と I が似ていることから間違えられたのが起源と考えられている。 野球においては、野球場で本類と投手番相互の距離は60フィート6インチと規定されているが、一説では、最初期に球場の設計を発注した際、60フィート0インチ、60レ18.28メートルと書かれた寸法値が悪質であったため、末尾の、例を、6と読み違えられそのまま定着したと言われる。文字でなくても悪質はあり得る。 例えば楽譜について、岩木博之は、ベートーベンの実質の楽譜が汚いことを述べている。彼は、いわゆる第9のある、箇所の表記について、疑問を持ち、実質の楽譜の写真版に当たった結果、おそらくフェルマータが、ディミヌエンドに読み間違えられたものと判断した。同様に、シューベルトの場合、アクセントとディミヌエンドが混同されやすいという。 手書き原稿の汚い作曲家としては、ベートーベンとモーツァルトが両巨頭であるという。ありがとうございます。